茨城だらだら探検隊隊長龍でございます。ニュースです。なんと今年2022年6月23日にオープンしました麺商人クイズボール龍ヶ崎店の看板が変わっています。以前は完熟トマトラーメン麺商人だったんですが、リニューアルしたのでしょうか、野菜タンメン麺商人に看板が変わっていますね。はい、ということでネットで調べてみました。野菜タンメン麺商人になってましたね。麺商人という名前はそのまま残っているようです。一押しのメニュー、おすすめメニューが野菜タンメンに変わってますね。はい、前回は完熟トマトラーメンでしたのでね。ただこちらにトマトタンメンというのがありますので、こちらがね完熟トマトラーメンの後継なんでしょうかね。はい、グランドメニューということでメニューもねだいぶ変わってますね。はい、ということで一応リニューアルオープンしたんでしょうかね。はい、その辺の情報がね入ってきませんでしたので、今回ねあの看板が変わっててびっくりしたんですけども、麺商人は麺商人のままのようです。今回食べてこれればよかったんですけども、体調お腹がいっぱいだったんですね。というのもドンキさんに買い物に行った帰りに看板が変わっているのを気づいたわけなんですね。なので食べてこれなかったんですけども、野菜タンメンめちゃくちゃ美味しそうですよね。はい、なのでなるべく早めに食べに行って報告させていただきたいと思います。茨城だらだら探検隊隊長の龍がお送りしました。またお会いしましょう。バイバイ。